函館馬車鉄道株式会社とは、かつて、北海道函館にて、馬車鉄道を運営していた、軌動事業者。後に、電力会社の函館水田により電化され、現在は、函館式業局交通部が事業を引き継いでいる。亀箱馬車鉄道と函館鉄道が、前身の馬車鉄道で、東京馬車鉄道及び、小田原馬車鉄道の技術指導により弁天長。 東川長館を開業させたのが、期限になっている。本社は、東川町四月一日に廃止された下の目線、労働会館が前停留場が、最寄り駅。明治四十二年度の路線距離は九点三一マイル、保有客車四十両、貨車二両、抜室六十七等であった。明治二十年代の湯の川温泉は、函館湯の川温泉間の道路が悪路で、雨が降れば、 丁寧で、膝まで没すると言われるありさまであった。このため客足が落ちていき旅館や料亭などは不況に陥っていた。下湯川村の一商人であった佐藤博友は、この交通事情を改善すべく、蒸気鉄道の敷設を決意した。もっとも、函館の人には相手にされず費用は佐藤が負担する。約束で、発起人数名をようやく確保することができた。 佐藤は、明治23年より状況を重ね鉄道の調査を進めていたが、東京の馬車鉄道を見学する機会を得て、より簡便な馬車鉄道に方針を変更し、馬車鉄道布設の請願を行った。ところが、反対も多くなかなか許可がおりなかった。そこで、佐藤は、北海新聞の加藤正之助を訪ね協力を得ることに成功。 さらに元函館高速委員長の西岡夢恵も、加わりこの2名の強力な援助のもとに、亀箱馬車鉄道は、創立を見ることができた。社長若藤が副社長は西岡が就任し佐藤は、総取締役県監督に就くことになった。明治29年2月函館区議会、同区役所、亀田郡役所が、馬車鉄道不設賛成に転じることになり、 ついに軌道不設特許状がカ付されることになった。当初の順路は、弁天末広町若松町、亀田橋と蓬来町東川町湯の川の2線である。開業時に、客車25両を東京の松井工場に注文した。26から31号、32から38号も松井工場製。39から40号は東京の大塚工場製であった。 工学会誌第247巻に掲載されている、馬車鉄道その他運輸開業中の軌道明治35年3月1日現在によれば、客車38両と、貨車2両の40両で営業していると記録されている。電化時、不要になった客車は、上り別温泉軌道12月3日開業に、譲渡されたという。 スコットランドのオースエアシャーにあるエグリントンカントリーパークにある1831年のスコッチゲージ路線の一部。機間は1372ミ、mm、リメートルであり、かつてイギリスのスコットランド中部の炭鉱鉄道で多く採用されていたスコッチゲージと呼ばれる。本家では1846年に英国の 1846年期間統一法で、新設での採用は認められなくなり、直通の便を測るために 1435mm に統一、1860年代には消滅した。1891年三田製作所から独立した、松井氷次郎が創設した、松井工場は当初は、チルド車輪を製作していたが、日清戦争期より、三宮鉄道、 日本鉄道から、客科車の注文を受けるようになった。1901年廃業。沢井実る、日本鉄道車両工業士日本経済評論者。1998年、43ページ、土木学会の公式サイトによると、工学会とは、土木学会の全身工学会、現日本工学会から発行されていた。公益社団法人土木学会。 工学開始2018年4月11日閲覧、北海道庁宅色年報、第12回市民の足として活躍した、馬車鉄道アーカイブド2007年6月14日、アットザウェイバックマシン、シシオア函館市2011年2月26日、閲覧。続函館市市市領州函館市総務部市市、編算室1971年、P17。 鉄道院連邦。明治42年度起動の部、加藤正之助王略伝函館人物誌、佐藤博友アーカイブド2014年10月17日。アットザウェイバックマシン、函館市中央図書館2014年10月13日閲覧、函館人物誌。 佐藤雄一アーカイブド2011年5月27日、アットザウェイバックマシン、函館市2011年3月1日閲覧、日本全国諸外者役員6。明治31年を呼び、最近の函館では、明治30年4月設立となっている。なお前年の、日本全国諸外者役員6。明治30年では、会社創立中となっている。 北海道庁宅色年報、第13回、函館市市デジタル版、アーカイブド2013年1月16日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、明治の郵便、鉄道馬車、篠原宏市、お松堂、出版1987年、P124 走りました80年、函館市交通局路面電車開業80周年、市営交通発足50周年記念写真集、 函館市交通局 P19 東京の鉄道発達市 P24 から25ありがとうございます。